お父さんは本当にこの曲が好きだね。いっぱい昔のレコード持ってるけど、特別いっぱい聴いてるもんね。これはお父さんにとって特別な曲なの。特別？この素晴らしき世界というタイトル通り、この曲はささやかな日常がいかに素晴らしいものに満ちているかをほがらかに歌っているんだ。世界には争いが止まないけど、世界中の人間が愛を持ち寄ったら、きっと傍らの素晴らしい景色に気づける、そんな風に思わせてくれる曲だよ。お父さんにとってはそういう曲で生きる指標なんだ。お前たちにも愛のある人間でいてほしいと願っているよ。俺はエンジ。長年の夢であるジャズ喫茶を開くことを決意し、今計画を進めている。いいテンポが見つかってよかった。きっかけは父ゲンの病状が悪化して長期入院を余儀なくされたことだった。俺のジャズレコードをお前に託したいと思う。でも父さんがあんなに大切にしてたコレクションだろ。いいよ、好きなものを持っていけ。宝の持ち腐れになるよりお前が生かしてくれた方が嬉しい。店やりたいって言ってただろ。父さんありがとう。俺にとって父との思い出の詰まったレコードはただの音楽以上の存在だった。父の言葉とともにこの素晴らしき世界を聞いた日々は俺と妹のクロハの心の支えでもあった。店のコンセプトは家族や友人が音楽を通してつながれる場所、ここを愛のあふれた空間にしたい。もしもしお母さん、今大丈夫？あら、クロハったら久しぶりじゃない。元気かどうかは定期的に連絡しなさいよね。うん、ごめんね。年末顔出せなかったし、家の片付けあんまり済んでないでしょ。今度手伝おうかと思って。助かるわぜ。お父さんも入院しちゃってるから、私一人じゃ手が回らなくてね。じゃあ近いうちに帰るから。よし、メニューはこんな感じだな。父さんのコレクションを店の BGM にして、流す曲のリクエストとかもお客さんにとってみよう。音楽はきっと人の心を癒す。父さんのレコードがあったから今の俺があるんだ。いつかこの店に父さんを呼びたいな。こうしてジャズ喫茶の開店を目前に控えた俺は、実家にある父のレコードを引き取りに向かったのだが、どういうことだ。父さんのレコード、もぬけの殻じゃないか。エンジ、大きな声を出してどうしたの。母さん、レコードだよ、父さんの。どこやったんだ。あれなんだかクロハが急に掃除の手伝いに来てくれて全部持ってっちゃったのよ。いらない分はお父さんと相談して処分するって言ってたから、残りは持ってると思うけど。いや、あれは俺が父さんから譲ってもらったんだけど。どういうこと。クロハに連絡してみる。もしもしクロハ、あのレコードどこにある。あれで店を始めるって言っただろ。何言ってんの、あんな古臭いレコードもう必要ないと思って捨てちゃったよ。はぁ、父さんに確認もせず捨てたのか。それはお前な、あれは総額500万はするコレクションだぞ。それはそんな高いの。ごめん。お前にとっても父さんとの思い出のレコードだろ。ごめん、でももう業者に処分してもらっちゃった。なあ、なんでだよ。大切な思い出だと思っていたのは俺だけだったのか。クロハにとってはもうどうでもいいことだって言うのかよ。それでも一縷の望みを捨てきれなかった俺は市のゴミ処理場に行ってみたが、その日に持ち込まれたものはすでに処分されていますので、結果はやはり芳しくなかった。父さんになんて言おう。クロハのこと知ったら悲しむかな。悔しいけど落ち込むばかりじゃダメだよな。中古ショップで店用にいろいろ買っていこう。お？これはクロハいるんだろ、出てこいよ。おい、なんだよこんな時間に。お兄ちゃん、なんだこいつ、クロハの彼氏か。クロハ、お前嘘ついたな。父さんのコレクションが近所の中古ショップに売られてるのを見つけたぞ。まさか金のためにこんなことしたんじゃないだろうな。売ってない、勘違いだよ、捨てただけ。ショップの店主が見たのは黒髪の女と緑髪の男だった。お前たちだろ。はぁ、嘘をつくな。お前こそ諦めて自分で買い直せよ。なあ、お兄ちゃん。
ちゃん。来るんじゃねえよ、クロハ。これ以上しつこくするとただじゃ済まねえぞ。クロハ、なんであんなやつに加担しているんだ。金に目がくらんじまったのかよ。ちくしょうちくしょう。あいつだって一緒に父さんのレコードを聞いて育ったはずなのに、あんなに幸せそうに笑っていたのに。お前たちにも愛のある人間でいてほしいと願っているよ。そういえばあいつやけに怯えてなかったか。怪我もしてたようだし。まさか、このままじゃ終われない。電話に出てくれてありがとう。どうしても話したくて。ごめんお兄ちゃん、渡してずに無理やりレコードを売らされてたの。逆らうとすごく怒鳴るし怖いから。あいつやっぱり。あのね、これ、この素晴らしき世界、これだけは売れなかったからこっそり持っていたの。子供の頃よく家族で聞いたよな。うん、あの時の俺たちがこんなことになるなんて思わなかったな。本当にごめんなさい。私たちと別れたい。でも怖くて言い出せないの。何をされるかわからない。鉄は借金がかさんで闇金からも追われてるの。だから私にレコードを売らせてそのお金で返済しようとしてた。お前の家にいたのももしかして。身を隠すためだって。いや、でも今の話が本当ならこちらにも勝機はあるぞ。え？大丈夫だ、兄ちゃんが一緒にいるから。あいつにきちんと別れ話をしよう。絶対そばで見てるから。数日後。ああ、誰だ。おい、誰だよ。クロハの兄のエンジだ。ああ、この前の。なんだよ、まだなんかよ。お前借金があるんだって。俺がそれ肩代わりするって言ったら妹を解放してくれるか。へえ、それマジで言ってんの。本気だ。まとめて現金で渡したいから待ち合わせしないか。オッケー、場所教えろや。大丈夫か。うん、お兄ちゃんがいるから大丈夫。何かあっても絶対に守ってやるからな。よー、お揃いで。兄弟仲がいいようで泣けてくるね。金は持ってきたんだろうな。ああ、このカバンに入ってる。だが渡す前に条件を飲め。クロハとの関係は今日で終わりにしろ。私もあなたと別れたいと思ってる。ああ、わかったわかった。金さえもらえればどうでもいいよ。おっと、そこまでだ。ん？おい、鉄、お前よくもバックレやがったな。覚悟できてんだろうな。なあ、お前、おい、どういうことだ。俺をはめたのか。クロハから聞いた。金融業者に連絡したらお前のこと探してたのか一発で協力してくれたよ。お前に金なんて払うわけないだろ。そのカバンはフェイクだよ、バーカ。兄ちゃん、リークありがとな。こいつは俺たちが引き取るわ。てつ、金は用意できないんだろ。大丈夫だ、安心しろ。払う方法はいくらでもあるからな。だだだ、助けて。いや、騒がしくしてご迷惑をおかけしました。あ、いえいえ。俺らは関係ないとはいえ、闇金に住所割れてるのは心配だから、クロハはアパート引き払ってしばらくうちに来い。いいの？時間ある時に少し店を手伝ってくれればそれでいいよ。うん、嬉しい。ありがとう、お兄ちゃん。よかった。クロハの笑顔を久しぶりに見たな。そして時は経ち、開店の日がやってきた。やっと始まるんだね、お兄ちゃん。そうだな、これからが本番だ。すみません、まだ準備中。って父さん、どうしてここに。病院を抜け出してきたよ。っていうのは冗談で、ちゃんと時間制限付きでお医者さんの許可ももらってきたよ。なんだ、びっくりした。脅かすなよな、まったく。父さん、こっちに座ってくれよ。いい音だな、ずっとこの音を聞かせたかったんだ。小さい頃家族で聞いた曲がこんな形でまた流れるなんて。お前たちが一緒にやってる姿が何よりのごちそうだよ。今度母さんも呼んでみんなで聞こう。その後、俺とクロハは協力してジャズ喫茶を経営することを決意した。私が売っちゃったレコード代、ちゃんとお給料から引いてよね。お前が笑顔で頑張れていればそれでいいよ。お兄ちゃんはちょっと私に甘すぎよね。父もやっと回復し、
時折母と店に顔を出しては客とジャズ談義を楽しんでいる。俺たち家族はまた再び少しずつだが確実につながっていっている。この店がどうか音楽と笑顔をつなぎ広がっていきますように。ちなみにその後の鉄がどうなったのかは誰も知らない。